い、昆虫展が開催中ですので、ちょっとね、中ね、見てみましょう。こちら、昆虫展示室ですね。たくさんの、今はね、シジミを中心に、鳥類を扱っています。月1回ね、中入れ替えるそうで、カブトムシとかクワガタ、ね、それから蝶々とかね、いろんな種類の昆虫を展示しています。シジミチョウの仲間は最も種類の多いグループで、全世界から約5500種類が知られています。こんな意外と大きいんだな、シジミって。シジミチョウですね。意外とシジミってこうやって見ると大きいですね。飛んでるとね、うん、なんかちっちゃいかなーなんて思ったりするけど、綺麗に、ね、羽を広げさせてあるから、シジミチョウですね。マシジ、これはヒメシジミ、ルリシジミ、ミヤマシミシジミ。ウラナミシジミにツバメシジミ。こちら大型ですね、ウラギンシジミ。はい、隣は日本には28種類のシロチョウの仲間が分布しています。宇都宮市周辺で最も普通に見られる種類はモンシロチョウ、モンキチョウ、キチョウです。今度はね、日本のシロチョウ、ナミエンシロ、ナミエシロチョウ、ウスシロシロチョウ、ウラガミシロチョウ、ツマベニシロチョウ、ツマグロキチョウ、ツマグラキチョウにヤマキチョウ、キチョウカ、スジボソヤマキチョウね。あ、これがモンシロチョウね。はい、捕まえることができるモンシロチョウ、スジグロシロチョウ、ヒメシロチョウに最後エゾシロチョウね。エゾシロチョウ、ミヤマモンキチョウ、モンキチョウ、ミヤマシロチョウ、それぞれ形色違うんですね。ツマキチョウ、あ、これ綺麗ですね。ツマキチョウ、いろいろあるね、シロチョウの仲間もね。日本のテングチョウ、うん、テングチョウ、